にちは、カブトです。ステイホーム、皆さんいかがお過ごしでしょうか。キャンプに行きたくてうずうずしている方もいらっしゃると思うんですけれども、今はうちの中で何ができることを見つけて楽しんでいきましょう。今回紹介するギアは、言わずと知れたあの有名なグリルにそっくりな、しかもコスパなグリルの紹介です。最近焚き火で廃材を使うことが多いんですよね。で、尺の長いものをそのまま使いたいとずっと思ってました。このグリルなら尺の長いものも横から入れてそのまま使えるんですね。焚き火料理も薪をくべながらそのまま作ることができますね。なんといってもやっぱり安いのが一番いいんじゃないですかね。あの有名なグリルの4分の1の値段ですからね。コスパは最高です。それでは早速開封して組み立てていきましょう。完成です。いやー、結構手こずりましたね。それではですね、早速尺の長いね廃材を燃やしてみたいと思います。そしてですね、このように網をこう乗せてね、ここで料理することができるんですよね。これがこのグリルの一番いいところじゃないですかね。このように横から薪をくべることができます。燃焼効率もなかなかいいみたいですね。今までのカーベイビーの焚き火台と比較するとこんな感じですね。カーベイビーの焚き火台よりも若干コンパクトですね。スケールや詳細は概要欄の方に貼っておきますね。今燃やし始めて約15分ぐらいなんですけれども、燃焼効率がすごいいいのが分かりますね。はい、そういうわけでしてですね、久々の焚き火ワクワクしますね。このグリルもなかなかいいですね。今30分ぐらいなんですけれども、廃材は全部燃えましたね。早くキャンプで使ってみたいですね。皆さんもステイホームの間にキャンプギアの見直しをしてみたらいかがでしょうか。
それではまた次のフィールドでお会いしましょう。カブット TV でした。早くキャンプ行きてえな。みんなコロナに負けんなよ。